どうも、ビーナです。今日の話題はこちら。ウィングマンのスナイパー武器化についてです。皆さんこれについて様々な意見があると思うんですが、今日はこの調整を別の見方ができるようになるような考え方を提案しようと思います。APEX の配信もしてるので、よかったら来てください。この動画が良かったら、チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローもしていただけると、俺は泣いて喜びます。まずはウィングマンの性能をおさらい。武器種はピストル、弾薬はヘビー弾、適正距離は中近距離。ダメージはヘッドショット97、胴体45、DPS が117、装弾数は6から9発。ところで皆さんはシーズン3で流行ったとある戦い方はご存知でしょうか？こう聞いただけで思い出した方もいると思います。そうです。チャーラヨー終盤ハボックに持ち帰るです。これだけ聞くと、当時 APEX をやっていなかった方なんかは、ノーエネルギーのアサルトライフルに持ち帰ってるアクションとしか理解できないと思うので、もう少し掘り下げると、シーズン3ではチャージライフルはエネルギー弾を使用し、射程距離は 400m、 胴体ダメージで全体に当たると90ダメージ、結晶が 1.24 倍、標準からブレることがなく、誰でもまっすぐとした弾道で当てやすい、威力が高くて弾も当てやすい、ぶっ壊れ武器などと環境から他の武器を一掃することの最強額の武器でした。ここで重要なのがエネルギー弾を使うスナイパー武器だったという点です。そうです、エネルギー核マガがハボックと共有できたんですね。なので序盤中盤はチャージライフルを使って、中盤は落ちてるハボックに持ち帰って戦うというのが大流行りしました。それを踏まえて改めて今回の調整を見てみましょう。ウィングマンがスナイパーアームに変更になりますね。そうです、今をときめく最強格のロングボウやチャージライフルと弾が共通になったんです。なので次のシーズンからはシーズン3の時と同じことができるようになるはずです。例えばロングボウウィングマンとか、序盤中盤をロングボウボルト、中盤をウィングマンボルトにするといった形ですね。1の点はバックの弾の種類を統一できるので、スナイパーアーモでもバックを圧迫しづらくなり、空いたスペースに揚げ物やバッテリーを詰めること。2の点は今までスナイパーアーモ、ヘビーアーモと都度バックの中身を入れ替えなきゃいけなかった手間が必要になくなり、少ない当たりで都度適正距離の最適化が図れるようになるなんてことが考えられます。今回の動画はどうでしたでしょうか？あなたの参考になれば幸いです。APEX の配信もしてるので、よかったら来てください。この動画が良かったら、チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローもしていただけると、俺は泣いて喜びます。ではまた次の動画でお会いしましょう。